行くぞ野郎ども。ワンピースアンリミテッドワールドレッド。野郎ども、行くぞ。黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の伯爵レッドフィールドがいただ。レッドフィールド？ああ。昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが、奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか？奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。我には仲間などおらぬ。ただの一人だな。落としたか。やはり年は取るものではないな。約束の島ってのは、うん、あ、間違いねえ。あの島だ。ヌキキ、パトさん、とりあえずこの町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい、そしてあたしとロビンはウィンターショッピング。ふざけんじゃねえ。ねえねえ、オイラは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ？シュシュシュ。you
なんだ？ねえ。この島は俺たちが守ってやるから、ショバ代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋、見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たち…なんだてめえ、俺たち怒らすとただじゃ済まねえぞ。